ぜい。よし。ついに同級生に亀裂が入ったか。な。ていうかお前何回か喧嘩しろよな。なんかちょっと全然喋らん時期あるよな、ぶっちゃけ。あるよな。なんかあったっすね。一回か。一回ぐらいあった。いや結構あるよな。ちょこちょこ。まあまあまあ。小競り合いは結構あるよな。まあまあ、まあ。あるよな。まあまあまあ、喋れよ、お前。喋れ、全部探すのが仕事だよな、お前。どんだけ俺探しとんな、お前。またちょっと、ショーがスイッチ入ってるもんな。動画見た？パンダみたいな顔じゃないですか。男として僕の方がかっこいいっす。パンダ性格悪いから、あいつ。めちゃくちゃ悪いから、本当に。地元でも有名なぐらいです。地元で結構有名なんですよ、あいつは性格悪い。ねね、一番人が良さそうなの。人が良さそう。4人だ。カンタ君。ちょ、まあ、ちょ、お前地元一緒に来て、やっぱ飲み会とか来るの分かるよ、あいつ。俺飲み会とか来るのすげえ、オラオラだから、あいつ。あ、そうなんですか。はぁとか言って、もう酒癖も悪いし。はぁとか言って、はい、常に、はい、で、イケメンさんが今日はなんかショーのことをチンコロしたいって言ってるもんね。まあ、わざわざ小牧まで来ましたけど。はい。何をチンコロしたの。ちお前さ、YouTube 新刊お前。お前がどうしてもなんか話したいことあるで、社長来てくれって頼んだんだろ。そうっす。頼んだんだろ。はい。俺来いって言ったんだろ。そうっす。言いたいことあるんだろ。はい。しかもまさかの小屋で一緒に撮ったやつボツったんだろ。で、何が言いたいの。そんな俺を呼び出して社長来いと。俺は爆速に憤りがあると。行ってみようか、じゃあ。そこで言いたいことあんだな。そうですね。あ、そうなの？そうなの？そうっす。宣伝されてる？俺に。そうっすよ。そうっすよ。うん。芝対決。あ、芝対決な。芝対決。あれ結構面白いで見てよ、ほんとリンク貼っとくんで。はい。翔がもう本当にぶち切れとったよ。結構何昔したのかついちゃってたよな。めっちゃ感覚きてましたね。感覚きてたよな。リュージも。リュージ君にも。もうなんか、トシ君はまあちょっと勝てんかなと思って。はい。リュージ君なんか余裕っすよ。言ってました、ね、言ってた、言ってた、言ってた、どう、お前だから足場対決、まあ対決の内容にもよるんですけど、うん、まあ速さだったら別に、うん、急げば、うん、なんでお前それ顔こわばっとるんだってカメラの前で、いや、速さあったら、いや、お前ショーにビビったんちゃうの。いや全然ビビってない。行ってビビってないから風邪ビビってないって言ってたから。はい。早っ。喋れてなかったですもんね。ハムカツサンド食べたいみたいな顔してたよお前。ハムカツサンドみたいな顔するんじゃねえよお前。はいはい、もう一回。足場対決、うん、速さすか速さなら全然変わらないと思う。勝てる、はい、余裕金差じゃないですか。ということは負けるの。どっちが勝てるか。五分。あいつよりも速いとは思わんけど五分だと思うってことだ。そうです。ああなるほどね。五分です、ね。でなんでいつも遅いの。はい。嘘だね。いや分かるけど、現場終わってこないですよとかあいつよう言うじゃん。あの丁寧。僕はちょっと丁寧なんで。ああ丁寧なんだ。あでない。勝てる。あまあ、五分。一点五分。どうですね。どう思うお前の足。お前足を直接は見んか。でも現場から見るだろう。もともとなんかスピードだけだと、うん、爆速さんの方が速いんかなと思いますけど、うん、ああだよな思うよな。でもあいつもう多分離れとかかかってないんで。は離れとかかかってないんで。だって現場行ってそんな汚いなって感じなの。そうですね。お前はスケール使ってしか見ねえけどあいつスケール使わずに見えんじゃん。ちょ、俺もそっち派なんだ。パッパッパーってやって、でも目で通り見や、両サイドしか測んないし、俺は。分かんないです。測ってるかどうか分かんないですけど。測ってないかどうか分かんない。目で綺麗だったら、それが綺麗だと思ってたから。俺よく昔、職人現場自分で出るときは言ってたのは、はい、じゃあミサイル発射台作ってんじゃねえんだもんね。お前、そんなことすんじゃねえよ。違う、みんな、出や細かいことやりだすじゃん。じゃあ、ほんで一点上組んだらずれるんだもんね。はい、最後に通すよ。で枠で言ったらさ、1段目にやらない、2段目刺してから、覆いかけてからやるとかあるんだよな。ああ。立ちだって通り上げて上で見たってさ、立ち込んで見たらまた上、1ミリにもずれるじゃん。ずれるっすね。
立ち合わせたらまたずれるけど、うん、縦地のやつだもんね、これピケだもんね、ちょっと違うのかもしれないけど、うん、だからその辺別にいいんじゃないの、ショーの現場行ってわー汚いなって感じる、いやその足場の棚とかああいうのが悪いとか、はい、すぐ逃げちゃって段が全部ずれて登ったり降りたりしながら足場ってあるじゃん、はい、一周きれいに回れんない足場、あれはちょっといかんけどな、そうそう、まあでも速さなら、速さの話に戻した。速さの話に戻しましたよね、今。彼は。彼は、速さ、お前最近弱いな、なんか。最近弱いな。一時期ちょっと登ってとったけどな。めちゃめちゃトーク力上げてきたなと思ったけど、なんで最近トーク力また落ちたの。なんすかね。なんか一時期出ら喋れるようになってたよな。なんか喋れる人と一緒だと、多分あんまり喋れないかもしれない。ミッチー君とか。逆に。まあだけど大変な人の企業だよ、これ。みんなね。なんか書いてくるじゃん、まあ、本当にそれこそあのさ、あの寺に戻ってこいみたいなやつあるじゃん、はい、だけどサムネは見とるけどそれ中見てないんじゃないみたいな、あ戻ってこいじゃないの、どう考えとるんだ、そうっすよ、ね、戻っていてもこうだだし、うん、じゃあうちなんかもみんな話しとるし、それならなんかコメント欄ボロンカスが出てこれはよくねえあれとかこれとか、確かにそうですよね、うん、何にもなんかよく見ろやと思うしじゃあ大体、ね、今の子たちが納得しんとか何とか言うけど、はい、もう俺は本当にコメント欄見て思うんだわ、俺経営者なんだわ、失礼、はい、じゃないんだよみんなとね、だけど俺はみんなを納得させるように最高の会社を目的地に持っていくのがあって、お客さんがおるんだよね、バカなやつって自分のことしか考えないんだけど、そういうコメント書いてるバカなこと書いてるやつってやめていく子なんだよね、多分自分中心で物事考えてるから、でも俺すらもう中心で考えてないからね、一つの社長っていうパーツだよ、お客さんが中心におるわけじゃん、はい、結局最高値最高の成績を上げていかなかったから学校じゃないんだから今やってる子たちがかわいそうだもん、そのこと分かっとらボケってだからそれを話し合っていいものを作っていくわけだろ、はい、それはみんながじゃやりたいことやってたら会社なんかおかしくなるじゃん、お前、はい、お前ちょっと調べねえってよお前そこに乗せろ、情熱上げたら上げろ上げろそこ上げるわけじゃないで何、まあ本題入ろうか、はい、まあ僕たち会社入って3ヶ月ぐらいで、うん、あの福島の復興の、ああその話、ああじゃあちょっと説明すると、あの福島に多いんだよな、あの震災が起きて、そうそう、やっぱ職人さん足りんっていうことで知り合いがずっと向こうで足場やっとって、でうちの人間も行ったんだよな、言ってましたね、うん、でそこにおったのは、まあ、元従業員の子たちがおって関係があるもんで、はい、あの住人が 2,3 人行っとったんだな、そうですね、応援で、うん、本当にすごいよ、出張みたいな感じ、出張みたいな、で本当にもう手数とかもう同時に5本とか投げるんだよね、ちょうどよ、で、うん、アンチも投げたらもうはいはいはいってだけでもうねもう持つ前にはもう一個空中浮いとるわけどうやって置くんですかそれ、でもさささささってやったからもう本当にそれぐらい、なんかもう本当にどあのスーパーマリオみたいな状態俺ようやっとんなーって、でもう本当にすごかったっすね、なアンチ2枚投げとかもしとるぞ、上から解体とか手すりとかバーンとか、うん、手すりなんか本当にこう行くぞー行くぞーえいってで5本とかギャーンって感じですごいだろだからもう本当にさ、もう街ごと全部足場組むから、あなんかトイの洗浄、トイの洗浄だね、あのまた浄化じゃなくて除染作業だな、除染でもうグワーってもう街中除染だから全部な、あだからずっと家やろな、そうそうそう、そうなるともう何軒でも組めるわけよ、はい、組んだら組んだだけに金なの、ああそういうことですね、すごかったっすな、で5人1組6人1組でトラックもう5台とか持ってって、もう1日で組んでバラしてくるの、4、5軒とか普通に売りでやったろ、はい、4、5軒とか普通にやったろ、やってましたね、組バラでな、もう組んでもうその間に やってくもんで戦闘を、うん、で組んで組んでバラしに行って、あのもうあっちこっち動き上がったすごかったよな、多分すん衝撃でしたね、本当に休憩、まあ、トイレ、まあ、トイレに、うん、行くタイミング、うん、って困るじゃないですか、うん、やっぱり一人が抜けるって、うん、でかいもんで、うん、まあ変にな、そうそれ行ってもいいですかっていうのが、そうそう、もうそれも怖いじゃないですか、うん、夜もう1時間に1回も行くし寒いし、寒いし、すごいしっこ出そうになるし、うん、でまあ
うん、で普通の人は言うじゃないですか、うん、すいませんちょっとトイレ行ってきていいですか、うんうん、行ってこいってなるじゃないですか、うん、やっぱり、はい、ショーは多分性格上申し訳ない、あそうそうそう、言える気持ちになって言えないですよ、でこんな感じでこんな感じやべえやべえとか言っちゃってもじもじしとって、でもずっとやってて、でもバーってやってる中で、よし休憩しようかってなったんですよ、でもある程度現場落ち着いて、でそしたら健太君たちにすいません、漏らしてきました、超恥ずかしいやん、そうびっしょびしょ、このこの絵マジ嘘マジ大爆笑する、みんな大爆笑する、いいよそんなことするんだったら、そうだよな、もうみんな言っとったんですけど、うん、申し訳なくてやばいよねあいつで、それがまさかのあれだろう、でもなんかそれが気持ちよくて癖になっちゃったんだろう、あー一回だけ、うん、まあ、福島から帰ってきて名古屋で、そうそう、うん、僕もその時ちょうど一緒の現場で、うん、雨降っとって、雨降っとったらまあ分かる、だから分かるってどういうこと、雨降っとったらもうまあ仕事とか仕事ほんとにガーってやってると、うん、出したくない気持ち悪いまあ濡れてるし一回見ない、俺小学校までずっとおねしょしょっと、おねしょっていうか、はい、おねしょしたもんね、遊んでる時ずっと俺も正面垂れ流してたどういうことですか、お母さんに脱いでしっこしなさいってずっと小学校の時怒られた、めんどくさかったんですか、もう正面垂れ流して犬みたいなと思ったやばトイレ行くトイレ行くのもやるもうそのことも考えてもない、ずっと遊んでるからトイレ行きなさいって、おしっこちゃんとパンツ脱いでしなさいっ て、 ってずっと小学校の時怒られたやばでそれで、うん、まあ福島から帰ってきて、うん、たまたま名古屋で、うん、乗り換え道場の仕事で、うん、一緒の現場で組み立てか解体か忘れてたんですけど、うん、あのなんか組み立てで、うん、足場の上に上がる人と下に材料投げる人と、うん、組み立てて競り上げ、うん、でショーが競り上げやってて、うん、まあ、僕も上にいたんですけど、うん、おしっこしてって言うし、うん、もう行ってこいよ、うん、いやまだ大丈夫大丈夫ずっと思ってましたって、うん、もう行ってこいよってまあいいやと思って、うん、もうパンカンカンって、うん、で終わって、うん、で最後パイプ、うん、火打ちをつける時あるじゃないですか、うん、で僕が最後の最後よ火打ちなんか、そうそう僕はもう火打ち上げてて、うん、ショーがやめようよって、うん、でおいパイプって言ったら、うん、ちょっと待って今出とるやばいマジでやべえやばいなうっそ何やったんだ、うん、分からん自分が分からんとか言って分からんでしょでも今しちゃうよちょっと行け出とるでってやばいって見てとか言ってべしょべしょだ汚い汚ねえなお前もう今はないですけどね、うん、結構前です本当うっそ本当に二十歳とかなんか電話取るもう一個もっとヤバいやついたでしょ女神が来たよねやっぱ視聴者ってそうなんですか皆さん分かりません俺はどこまでも聞いてくよだってメンズ 95% だってうち視聴者確かに初体験のまさ初体験だろあれ初体験じゃないのいや多分初体験高校だろだって高校1年生高校1年生ぐらい初めての彼女いやあそうそうあのそもそもちょっと遅くなって分からんけどあのイケメンとショーは高校からずっと一緒なんだよあはい、そうそうでうちの会社も一緒だからもうずっと一緒なわけだよな17歳でうちの会社来てるもんで、ね、そもそも高校の時からの友達っていうのは あるんですけど、はい、高校でちょっと面白いなんかあったあら辺俺面白いこと言ったのになテニスもう2回目やねんわなあ面白かったよなあなんかあいつ面白いエピソードないの出ありそうやあいつなんか面白いエピソードですか絶対面白いエピソードあるよな同級生のテニス部のテニス部テニス部エロいななんかもうテニス部っていうだけでちょっとエロいわまあそのテニス部のことをショーの家の近くに神社があるんですよあ神社神社お神社テニス部家の近くに家の近くに、うんうん、でその家の近くの神社で、うんまあ、いい感じになってそのことを神社でちょめちょめしたらしいです2人でちょめちょめエッチしたのまさかお前テニスのラケットぶち込んでねえだろうなお前テニスのラケットぶち込んでゴリゴリしてねえだろうなってお
だってテニス部のテニス部お前それすごいよく覚えてますね。すごい覚えてるし俺めっちゃ面白かった作立ショットじゃん。そうですね、そうだじゃあまあちょっととりあえず足場対決だな、はい、いやりたいですね。勝てる内容によるっす。あ仕事のそれお前ら考えるってじゃん。今アイディアあるの白線かなんかで四角く建物の代わりにして、うん、ちっちゃいやつね。そうそう、で、ぐるりをどんだけ。あそうしようか。でもちょっとした競り上げもあった方がいいだろ、一発ぐらいは。一人競り上げだきついか。一人競り、あでもどうですかね。アンチ入れるでいいか。アンチ入れて手すりでいいか。あ低かったらいいですね。うん、低かったらいい。2メーターでアンチ手すりにしようか。そちらの方あの、まあ、日程組んでまた休みの日かなんかにね頑張ってやろうかって言ってるんでぜひそっちの方も楽しみにしておいてください。はい、お願いします。お願いしますお願いしますお願いします。じゃあちょっと宣伝になりますけど、あの外壁塗装のマッチングサイトと、はい、求人マッチングサイト今やってますんで、まあ、何回も言ってるんで、まあ、みんな知ってると思うんですけど、はい、本当にまあ外壁塗装のマッチングは本当に業界も本当に最安値、ね、もう絶対に本当に直接やれるように無料でも来るだけどグループ見積もりだと有料になるとかなんかそういうのちょっと面白いこと考えとるんで、まあ、絶対最安値になるで YouTube で宣伝できるから無料でこれ配信できてるからね、はい、でもう本当に6月ぐらいには多分完成するんですけどそこからはもう、はい、そこまでに登録していただいた人はもう何ヶ月かアップデート重ねるまでは無料で使えるようにして、まあ、そこからはもう1匹からはもう有料募集になるんで先に今までの間にもう登録者数バーンとまず増やして募集増やしてで俺もインスタ広告とかアイ広告はしちゃおうかな、ちょこっとお金かけてあげようかなと思ってるんで、はい、ぜひそちらの方の登録とあとは求人もあの職人さんの登録も増やしてほしいね。今結構もうでもそれでも300人400人毎日見に来てくれとるから求人どれぐらい来てるか分からんけど、まあ、求人来ましたとかもなんかねそういうコメントも欲しいな。今それがアプリ上見れないから、あそれアップデートかけてもうそのもうあいいねの数とか、はい、この人が来たとか求人とかを中でやり取りできないからそこまでの求人掲載するだけしかできないから、あそれをねで職人さんも会社からスカウトできるような機能とかで職人とか会社もブログをかける機能とかいろいろつけたろうと思う。ああそっちは絶対そうそうで中でメッセージのやり取りみたいなのできるようにしてあげようかなと思ってぜひそちらの方の登録 もう本当に金かけてね何千万だね使うのやってますんでぜひよろしくお願いいたします。じゃあまたね、またね。